そう、おととい落ちた雷で今起きてる、なんだろう、森林火災、まだね、まだ、これ消えてなくて、ようやく、キングスクリックステーションの中だけがね、鎮火したんだよね。で、まだちょっと遠くの方で燃えてるんだけど、イアンが作ったファイアーブレイクと、で、今日また、これとマーコで火つけて、逆に焼き返して、灰でもうこのステーションの周り囲っちゃったから、こっちにはもう来ないんだよね。で、だいたい今、あそこの煙あたりで、こっちから焼き返した人、自然に起きた森林火災の火がぶつかり合って今もう、火が消え始めて、ちょっと今、ステーションからも遠ざかってるね。いや、でも、こっちの方の、森林火災がすごいし、深刻で、キャソリンだったかな、キングスキャニオンリゾートの建物焼けちゃったらしいね。キャサリンなんだっけな。ちょっと忘れた。で、今、ここ、ステーションの、キングスクリークステーションの真ん前からもう、ダーウィンへ抜ける道は通行止めになってて、キャンパーが入ってこれないからな。いや、でもどれくらい焼けちゃったんだろうな、キングスキャニオンリゾート。で、なんかまだじわじわ山肌を這いながらこっちまで燃えてきてるからね。ちょうど風向きはまだ大丈夫か。北風に変わるとまずいんだな。いやー、でもどうしよう。